絵を描いていて描けるだけで幸せだしありがたいし楽しいなっていうのは感じます。一度は諦めた画家の道を今再び歩み続ける。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家内田すずめ。子どもの頃から絵を描くことが好きで、一度は画家の道を志すも諦めてから10年、再び筆を取ったきっかけとは。銀座の画廊にたまたま足を踏み入れる機会があって、それがきっかけでした。画廊っていうとなんかこう5000万の壺とか売ってる場所だと思ってたんですけど、全然違くて、自分と同い年ぐらいの画家の方々の絵を見ることができて、自分と同年代の彼らがこう努力して絵を発表している姿を目の前にして刺激を受けましたよね。10年のブランクを経て再び向かい合ったキャンバスの世界。紙とか布を支持体にして一発で細い線で綺麗に決めるみたいな描き方は多分合ってないんですよね。挑戦してみたんですけど、体質に合ってるか合ってないかっていうところですごい合ってないと思っちゃいました。それよりも油彩らしい描き方っていうんですかね、とか、パステルとかの方が合ってるのかなっていう気はします。ここで逆に狭めてしまったらすごくなんか他の可能性がなくなっちゃう気がして、それが怖いです。結局その一度どうしてもやりたかったけど逃げちゃって諦めちゃったことじゃないですか、絵を描くこと自体が。だから絵を描いていて描けるだけで幸せだしありがたいし楽しいなっていうのは感じます。その点においてはどの作品もポジティブかもしれないですね。自らの可能性を模索し続ける、そんな内田すずめのブレイク前夜。この年になって青臭いなって思うんですけど、やっぱりこう自分のことを誰かに分かってほしいっていう思いがすごく強くて、それが絵には自然と出てきてしまってますね。でもなんかそれだけだとやっぱり広がらないし、今まで私は辛いこともあったけどいろいろ恵まれてきて、もらってばっかりの人生だったので、せっかく自分がいて他人がいる世界なんだから、もっと人の気持ち、自分以外の誰かの気持ちを絵の中に取り組んで取り込めていけたらいいなっていうのはずっと思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティスト杉本克也のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。